下流玉は白血球の一種で自然免疫系を担う細胞であり、細胞室内に得意下流が存在することが特徴である。これは多形核白血球とも呼ばれ、核の形が変化して通常は3つの小葉に分かれている特徴がある。これにより単核無下流白血球とは区別される。多形核白血球という用語は、下流球の中で最も多い好中球を指すことが 多く、他の種類は、小場の数が少ない特徴がある。下流玉は、骨髄で下流球形成によって産生される。下流球には4つの種類がある。肥満細胞を除き、名称は、その染色特性に由来している。例えば、最も多く存在する、下流球の甲虫性下流球では、細胞質の下流が中性色素で染色される。分け端高くを持つ、 高中球、細胞質には、細胞内下流が見える。中玉は通常は、血液中に見られ、最も多く存在する食細胞の種類で、循環する白血球全体の60から65%を占め、高中球キラーと高中球、ケケジャーという2つのア集団から構成されている。1リットルの人の血液には、直径約12から15マイクロメートルの高中球が、 約50億個含まれている。甲虫玉は適切なシグナルを受け取ると、血液から離れて感染部位に到達するまでに約30分かかる。甲虫玉は血液に戻ることはなく、脳細胞に変わって死滅する。成熟した甲虫玉は探求よりも小さく、いくつかの小葉からなる分破した核を持っており、その核破はクロマチンフィラメントでつながっている。口虫玉通常、 成熟するまで骨髄から出ることはないが、感染症にかかると骨髄球や全骨髄球と呼ばれる甲中球線具体が放出される。甲中球には微生物を直接攻撃するための3つの戦略がある。すなわち、食作用、可用性抗菌剤の放出、甲中球細胞外トラップの生成である。甲中球はプロフェッショナルの食細胞であり、 抗体や補体で覆われた侵入者や損傷した細胞や細胞の破片を素早く飲み込む同盟な捕食者である。人高中級の細胞内下流はタンパク質を破壊して殺菌する特性を持つことが長い間知られている。甲中玉は単球やマクルファージを刺激する物質を分泌することができ、これらの分泌物は食作用や細胞内殺滅に関与する活性酸素化合物の 形成を促進する。甲虫玉は、一時下流、及び二次下流という、二種類の下流を持っている。一時下流に含まれているものは、細菌を殺すためのカチオン性タンパク質やディフェンシン、タンパク質を分解する、タンパク質分解酵素や、カテプシン G、細菌の細胞壁を分解するためのリゾチーム、およびミエロペロキシダーゼがある。さらに、 高中級の一次下流からの分泌物は、イグ抗体で覆われた細菌への食作用を刺激する。二次下流には、毒性酸素化合物の生成に関与する化合物、リゾチーム、ラクトフェリンが含まれている。高中級細胞外トラップは、クロマチンとセリンプロテアーゼで構成される繊維の網目状の構造を持ち、細胞外で微生物を捕獲して死滅させる。細菌の捕足は、 血管内でネットが形成される、排血症で特に重要な役割である。三玉は腎臓の形をした分発した核を持っている。高三玉は血流中で脱下流する傾向があるため、下流の数は様々に変わる。高三球の下流には独特の毒性を持つ塩基性タンパク質とカチオン性タンパク質が含まれているため、寄生虫の殺滅に。 重要な役割を果たしており、意義に結合する受容体は、この作業を助けるために用いられる。これらの細胞はまた、食作用に関与する限られた能力を持ち、プロフェッショナルな抗原定時細胞であり、他の免疫細胞の機能を制御し、主要細胞の破壊に関与し、損傷した組織の修復を促進する。インターロイキンマイナス5と呼ばれるポリペプチドは、抗酸球と、 相互作用し、抗酸球の成長と分化を引き起こす。このポリペプチドは、抗塩気球と T ヘルパーに細胞によって産生される。消陽状の核を持つ、抗塩気球が赤血球に囲まれている。抗塩気球は骨髄や血液中で最も少ない細胞の一つである。これは、抗中球や抗酸球と同様に分発した核を持つが、小葉は二つしかなく、 それらをつなぐクロマチンフィラメントはあまり見られない。公園北間は、イゲ、イグ、個体、ヒスタミンと結合できる受容体を持っている。公園気球の細胞質には、様々な量の下流が含まれており、通常はこれらの下流は核を部分的に隠すのに十分な数である。公園気球の下流内容物には、ヒスタミン、ヘパリン、コンドロイチン硫酸、ペルオキシダーゼ、 結晶板活性化因子、その他の物質が豊富に含まれている。感染症が発生すると、成熟した抗炎気球が骨髄から放出され、感染部位に移動する。抗炎気球が損傷を受けると、ヒスタミンが放出され、侵入した生物と戦うための炎症反応に寄与する。ヒスタミンは抗炎気球に近い毛細血管の拡張と浸透性の増加を起こす。 損傷した抗塩気球や他の白血球は感染部位への血流を増加に寄与するプロスタグランジンと呼ばれる別の物質を放出する。これらのメカニズムにより血液凝固成分を感染部位に送達することができる。また炎症組織の浸透性が高まると感染部位により多くの食細胞が移動して微生物を食べ尽くせるようになる。肥満細胞は 組織内に存在する下流球の一種で病原体に対する生体防御やアレルギー反応、特にアナフィラキシーを媒介する。肥満細胞はまた炎症と自己免疫の中介、神経免疫系の応答の中介と制御にも関与している。下流玉は骨髄に存在する幹細胞に由来する。これらの幹細胞が土脳性増血幹細胞から 下流球に分化することを下流球形成と呼ぶ。この分化過程には骨髄が球や全骨髄球など複数の中間細胞型が存在する。微生物の摂取に伴う下流球の脱下流によって生成、または放出される有毒物質には次のような例がある。下流球減少症は血液中の下流球が異常に低濃度となる疾患である。 この状態は多くの感染症に対する体の抵抗力を低下させる。これと近い用語として無下流球症および高中球減少症がある。下流球は循環中で1から2日しか生きられないので治療戦略として下流球の輸血をしても効果は非常に短期的になる。加えてこのような処置には多くの合併症がある。I 型糖尿病の患者では通常 下流球の総化性欠損が見られる。研究結果によると、感染症予防のために下流球を輸血すると、血液中に、細菌や真菌に感染した人の数が減ったことが示唆、されている。さらなる研究では、治療用下流球の輸血を受けた患者は、同時感染の臨床回復に差がないことを示唆している。ありがとうございます。